はい、基本一人です。いつもありがとうございます。平日のね、午前9時ですね。ちょっとだけ雨降ってますけれども、今ね三男をね後ろの座席に乗せて、病院にね、連れてきます。そのついでというかね、その病院と、次男ですね、統合失調症で入院している次男の病院が近いもんですからね、まあ、ついでということでですね、今からですね、次男の、病院に行ってですね、入院費ですね、1ヶ月分払ってこようと思います。当然次男のね、病院はね、次男とね、面会謝絶というかね、あのコロナの影響でね、外からの面会ですね、家族でも、できませんので、ちょっと必要なね、生活に必要なシャンプーリンスみたいなやつですね、そういうのをちょっと置いていきながら、入院費をね払っていきたいと思います。三男はね割とね車の中にある程度、置いといてもね、30分以内なら、大丈夫ですので、ちょっと行ってきますね。よいしょ。はい、今日は車椅子をね持ってきてます。シャンプーリンスね、いつもここら辺に置いてあるんで、はい、こちらをはい持ってできます。はい、次男の病院行ってきましたね。入院費払いました。そしてね、4階のねエレベーターホールのとこまで行けたんでね、ガラス越しにねちょっと様子見てたらね、次男とね、目が合いましたね。でガラス越しにちょっとお話ししました。それでね、あの差し入れでね菓子パン持ってきてくれって言われました。で今はね持ってなかったんだけど、三男用にね、せんべいですね、4枚せんべい持ってたもんだから、醤油せんとサラダせんですね、2枚ずつね、看護師の人にね、差し入れということでね、受け渡ししましたね。で今後もねなんか差し入れはねしていいみたいな感じなんでね、今回シャンプーリンスをね、持ってったんですけどね、差し入れでね、まあこの辺通りかかるときはね、菓子パンをちょっと差し入れしていこうかなと思います。かなりねいろいろ、あの要するに病院のね食事以外のものがね食べれないんでね、ストレス溜めてるっていう感じ。あと外にもね、出させてもらえてないっていうね、ちょっとかわいそうな状況なんでね、コンビニで、ね、買い物なんかもね、今まではしてたんですけどね、あの3ヶ月ぐらい前まではそれもなんかできてないみたいでね、やっぱりちょっと、菓子パンが食べたいとかね、なんか結構あの差し迫っているみたいなんでね、これからちょっとね次男にもね、ちょっといろいろ差し入れしていこうかなと、思いましたね。ちょっとかわいそうなんでね、三男ばっかり、なんかいろいろ面倒見てる感じになっちゃってますんでね。ということで今から、三男の病院ですね、行ってきます。はい、今日はですね、三男がね子供の頃から飲んでる転換発作の薬とですね、喘息の薬を、グループホームに今、いますので、どこの病院からね、出してもらうか出してもらうか相談ですね。特にあの喘息はねほとんど最近症状がないんでね、薬をね、見直すかどうかも含めて、ちょっと相談しに来たという感じですかね。このような総合病院っていうのはねすごく待ち時間がね長いんですよね。だから、まあ総合病院にね、薬もらいに行くためにね通院するっていうよりも町の小さなねお医者さんに、かかった方がなんかちょっといいような感じもしていますのでね、その辺も含めて、相談に来ました。はい、病院の診察終わりましたね。2時間ぐらいかかりました。神経内科と、呼吸器科ですね。次回また、3週間後ぐらいに、採血も含めてね、薬をどうするかっていう感じの判断をね、してくれるみたいです。
ということでお腹も減りましたんでね、今回はコンビニの弁当をやめてですね、なんとかちょっと雨が小降りなんで、ジョイフルにちょっとね行ってみようかなと思いますね。どうぞ。はい。あ、全部飲んじゃうの？今日はねファミレスのジョイフルに来ましたね。母親がね割と外食があまり好きじゃないんでね、うちではね、三男も次男もあんまりね、外食に僕がね、連れてったりしたことはねあまりないですね。以前通ったね作業所のね遠足なんかでねレストランなんかにはね入ったりしてるんでね、割と初めて来た店なんですけどね、なんか、常連さんのような余裕のある感じでですね、ドリンクバーのね、僕が持ってきたオレンジジュースですね、炭酸なしのやつをね、飲んでます。はい、貸して。おかわりだね。はいはい、2杯目ね。はい、よいしょ。あ、もうそんな飲まなくていいよ。はい、ゆっくりゆっくり、はい、ね、ちょっとこっち置いとくか。はいはい。飲み放題でね2杯目はねカルピスですね。食事が来る前にねもう、2杯行ってしまいそうでね、ちょっと抑えときましたね。日替わりランチのハンバーグとコロッケですね。弟のやつはね僕が、ナイフでね細かく切ってしまいましたね。いっぺんに食べないように。あとはね、皿をねご飯の皿を、丼の、茶碗にねちょっと変えてもらいました。はい、はい、どうぞ。あ、ちょっと待ってよ。はい、どうぞ。すごいね、食べ方がすごいよ。おいしい？おいしい？うん。ご飯も食べな、ご飯も。ご飯食べな、ご飯、ご飯食べて。ご飯食べて。おかずだか食べちゃダメ、ご飯食べなさい。はい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 、ゆっくり食べてよ。あ、ご飯食べて、ご飯、これ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 、はい、これこれ。あ、なんで、
3杯目ね。もういらないのか、ジュース3杯飲んだから飲むね。今日はね、大好きなハンバーグだったんでね、食べるペースがね、すごく早かったですね。ジュースもね、いっぱい飲めて、大満足だったじゃないかと思いますね。よかったね。今回、カメラ三脚とかね、用意せずにね、スマホを手で持って撮影のみということでね、自分のね、食事シーンなんかはちょっとね、撮れませんでしたね、余裕がなくて。あ、終わったね。はい、ごちそうさま。ごちそうさまでした。やって。はい、ごちそうさまでした。はい、ご飯食べました。あとは帰るだけですけどね、ちょっとね、業務スーパー寄ってきますね。三男のね、ジュースですね。オレンジジュースとか、アップルジュース、そういう感じのもの、炭酸じゃないやつをちょっと買っていきます。あとね、お菓子なんかもね、ちょっとね、おやつとしてね、与えたいんで、そういうものをね、ちょっとね、追加で補充していきたいと思います。はい、買ってきましたよ。待ってた待っててくれた。はい、マンゴージュースとオレンジジュースとパイナップルジュースですね。あと、柿ピーかな、柿ピー88円、サラダおかき、78円かな。結構業務スーパーだから安かったですけど、こちらが75円かな、税抜きで1本で。これはね、弟用じゃなくてうち用ですね。これ意外とね、いつも売り切れでなくてね、今日行ったらあったんで、買ってきましたね。キムチ158円だったかな、ちょっと忘れましたけども、とにかくね、弟待たせてるんでね、サクッと買ってきました。ということで、グループホームに戻ります。はい、帰ってきました。今3時ですね。帰ってきてからね、グループホームのね、職員の方とね、今日、お医者さんに言われたことですね、をちょっとね、いろいろ、お話ししましたね。まあ、結局ね、薬をね、処方箋を、どこで出してもらうかっていうのがちょっとね、いろいろ、問題になってて、どうしようかっていうのがね、僕が、お医者さんですね、今日2つ、脳神経内科と呼吸器科の先生を2人にね、相談してお話ししたところね、どうやら今まで通りね、薬をね、もらうっていう、今の場所でね、もらった方がいいんじゃないかという結論にね、なんとか達しましたんで、まあよかったと。まあその話もね、僕からするんじゃなくてね、グループホームの方からしてもらう、もしくはソーシャルワーカーの方からしてもらうというね、なんかそういう結論に至りました。ちょっとね、難しい話なんでね、ちょっと動画にはしにくいんで、まあ簡単に説明しましたけども、あまり分かんなかったんじゃないかと思いますけれども、そういうことです。ということで、最後まで見ていただいた方、ありがとうございました。キモンヒトイでした。